クスタイル DJ 講師の良平です。今回はですね、 DJ 機材の接続方法に関するレッスンをしていきたいと思います。今回使用する機材はですね、こちら CDJ ネクサス2が2台と、あと DJM900 ネクサス2が1台、 CDJ が2台と DJ ミキサーが1台、こちらのセットを使用して接続方法を説明していきたいと思います。まあですね、今この CDJ2 台とあと DJ ミキサー1台っていうセットは、まあ、DJ がいる場所、フェスだったりとかクラブだったりとか、そういう場所で一番使われてるんじゃないかなと、まあ一番今一番スタンダードなセットになるのかなとは思います。まあ他にもね、ターンテーブルだったりとか一体型となっている PCDJ みたいな機材もあったりするんですけども、その場合は、接続方法が若干変わる場合もあるので、またそちらはまた別のレッスンで改めて説明していきたいと思います。はい、じゃあまず電源からですね、付属品こちらのアダプター、まず CDJ2 台ここに差し込む。同様にこっちの CDJ にも差し込む。で DJ ミキサーに、差し込む。しっかりね、これで OK。 続いてこのケーブルの接続方法を説明していきます。こいつはまあリンクケーブルですね。このケーブル CDJ とかについてて最初なんぞやって思う人もいるかなと思うんですけども、まあ、このケーブルすごく便利で、USB データを、まあ、このケーブルがあることによって両方の CDJ でプレイすることができると、まあ、ここもねまた別のところで詳しくレッスンしていきます。じゃあ実際にこのケーブルを接続していきたいと思います。この CDJ のリンクと書かれている場所ですね、ここに差し込む。同様にもう片一方の CDJ を差し込む。これで OK。 次はですね、このピンケーブルの接続をしていきたいと思います。こいつをね、こいつが CDJ からミキサーに軸差しで接続していきます。まず CDJ のオーディオアウト、ここに赤に赤を、白に白を入れます。で同様にもう片方の CDJ も同じですね、ここに差し込みます。はい、で CDJ のアウトに差し込んだものを今度はミキサーの入力に差し込む形になります。ミキサーの入力に関しては、ここにチャンネル1234とありますが、まず左の CDJ から接続していきます。まあ、左の CDJ を接続する場合は全くこれどこでもいいんですが、基本的に左側は1か2を使用するといった形になりますので、でこれもどっちでもいいんですが、まあ一番スタンダードに使われているのは左を2、右を3に接続すると、まあ、DJ プレイがしやすいってこともあって、まあ、一番スタンダードかなと思うので、まず今回は左側の CDJ をチャンネル2のラインに接続します。で右の CDJ をチャンネル3に接続します。はい、OK。これで CDJ からミキサーへの接続は OK。で続いて、このミキサーのアウトからスピーカーに入力します。なんで、今回接続するのはこのマスター1ですね。ここに、左側 L に左のスピーカーの端子を、 R に右のスピーカーの端子を接続します。 OK。 これでケーブルの接続は OK ですね。で実際音を出すということになるんですけれども、その音を出す前にあと1箇所だけ説明させてもらいます。これはここですね、このつまみがあると思うんですけれども、ここがさっきあのラインに、ミキサーのラインにケーブルを接続したので、このチャンネルもラインに合わせます。ここがね、例えばこのポノって箇所とかになってたりすると、ケーブルの接続はしっかりしてても音が出ないっていう場合があるので、ケーブルの接続をしっかりし終わった後はここのチャンネルを必ずLINE に入れたら LINE に設定してください。これで DJ 機材のね、電源を入れる準備は整いました。じゃあ実際に機材に電源を入れていくわけですが、この時に DJ 機材の電源を入れる順番ってのがかなり大事になってくるかなと。これなぜかというとですね、スピーカーがついている状態で DJ 機材の電源を入れてしまうと、
スピーカーがショートしてしまう場合があるので、このぐらいの機材の規模だとまあそこまでもないんですけど、もっと大規模な場所になってきて大きいスピーカーとかだと、それで一発でスピーカーがダメージしてしまうみたいな状況もあるので、まあ電源を入れるのは音から遠い方から入れていくと。じゃあ音から遠い方とは何ぞやっていう感じだと思うんですけど、この機材の場合ですと、まず CDJ2 台の電源を先に入れます。CDJ こちらですね。スタンバイって書いてあるボタン。こちらをポチッと入れていくと。続いて DJ ミキサー、パワーですね。ここのスイッチを入れていく。で、スピーカーをつけていくというわけです。これで機材の電源は OK。で、消すときは逆にスピーカーを先に切って、ミキサー、CDJ の順番で音を切っていきます。それでですね、この接続方法がしっかりできていれば、音が出ます。以上が CDJ とミキサーの接続方法になります。DJ に関する様々なレッスンを配信しておりますので、NEXTSTYLE DJ スクール、ぜひチャンネル登録して入学してみてください。お待ちしております。